ビジネスライブラリー、信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日は東御市にあります竹内工業株式会社代表取締役社長竹内博之さんにお話を伺います。東御市のですね、ホームページにも上げてありますけれども、程よく田舎、東京に近い、日当たりがいい、また災害が少ない、台風19号でちょっと災害が来ましたけれども、それまではほとんど災害も少なく、また土地が東京とかね、上田小諸に比べましてもかなり安い土地もあります。食べ物もお米、お芋、ブドウ、ワインですね、またくるみとか、また信州黄金シャモもあります。今はですね、コロナ禍で食べ物とかいろいろ大変な部分はあるんですけれども、東御市、長野県ですね、今東京からかなり人がこう動いていますので、移住していらっしゃる方もいますよね。そういうことも多く聞きますので、東御市のいいところをアピールして、東京から東御市に移住してもらえるようなこともアピールしていきたいと思っております。3年ぐらい前になるんですけれども、信州黄金シャモをやり始めたのが、私ども発起人ということになっておりまして、そこら辺もありますので、信州黄金シャモの美味しいところっていうか、そういうのもアピールしながら、またちょっと今コロナ禍でレストランとかちょっと作ったりするのが困難であるんですけれども、またこれコロナが収束したら、黄金シャモを食べれるようなレストランも作っていきたいなと思っております。建築の方もですね、地域に貢献できるようにアミニティ施設だとか、そういうものもですね、しっかり作っていって、これからもですね、地域により一層密着して、愛される会社をですね、目指していきたいと思っております。アダプトシステムといいまして、県道の歩道をですね、月1回、草刈りとか泥の除去ですね、のボランティア活動もしております。社員も地元の皆様に喜んでいただいていることを非常にやりがいを持ってやっております。今建設業っていうのは地域と密着しながら、本当地元の皆さんに喜んでもらって安心して道路とかもね、通っていただきたいと思いますので、これからも、仕事を続いてですけれども、ボランティア活動もしながら、本当に愛される会社を目指してやっていきたいと思っております。ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち、竹内工業の協力でお送りいたしました。